富士山5合目で紅葉が見ごろを迎え、多くの観光客が訪れています。紅葉を見に来たつもりはなかったので、富士山をなんか見に来たので、こんなに綺麗に見えると思わなかった。富士山では今月上旬から七かまどやカラマツ、竹看板などの木々が赤や黄色に色づいています。先週から気温の低い日が続き、一気に見ごろになりました。富士山5合目観光協会によりますと、全国旅行支援や水際対策の緩和の影響で、国内外から昨年に比べて2倍以上とみられる観光客が訪れているということです。岩手県から全国旅行支援を使って訪れたという女性は、とてもいい時に来ましたと話していました。富士山5合目の紅葉は今月いっぱい楽しめるということです。